リットル飲んでる。めっちゃ飲んでる今日水。こんばんは。待って、足痛いな、どうしよう。明日も公演あるのにどうしようかな。こんばんは。あ、そうだそうだ、 A 公演の初日決まりました。25日です。ナイフで戦うとこが印象的だった。お、あそこめっちゃ頑張ってるので、ぜひ注目してください。マジで頑張んないとやばい。もうさ、毎日さ、ライブパートがさ、キスバイエイトのねライブパートが違うからさ、それも覚えなきゃいけないけど、並行して重力シンパシー公演も覚えなきゃいけなくて、普通にパンクしそう。間に合うかな。そや、マジ頑張んないとやばい。寝てる暇ない、当分寝てる暇ない。しけんさんこんばんは。こんばんは。ピンチ、ピンチに苛まれてる。こんばんは。明日刀剣で行くことになった。お、気をつけてきてください。面白そうだったんで初めて来ました。あ、しげんさんだ。ありがとうございます。よいしょ。じゃあとりあえず寝よう。今日はでも配信終わったらね、爆速で寝ます。大急ぎでお手紙書いてる。ギリギリにならない、取り組まない、そろそろ変えたい。同じタイプでね、さえもギリのギリまでやらない。でもお手紙書いてくれてるの嬉しい。タメさんギフトありがとうございます。こんばんは。お、主権さんがいっぱいいる、嬉しい。すでに面白くて楽しい。まだ面白いこと何も言ってないよ何も言ってないけど嬉しいな、ありがとうございます。そう、今日パンの服着てる。こんばんは。個人的に女王蜂の下りが一番面白い。今日さ、女王蜂のさ話さ、蜂たちみんな笑っててセリフ言えてなかったんですけど、いいんですかおもろかった。よいしょ。ふう、足のマッサージをするぜ。今トマト T シャツ着てる。あ、本当？このプニューズのですか？おそろじゃん。久しぶりだから黒髪に戻した。あ、そうそう、舞台始まる前にね、黒髪にしてたんですよね。今日写真の撮れたか最高やったかって言うんですよね。あ、嬉しい。今日ねめっちゃファンの人見つけた。今日ねっていうかね、銀河劇場マジ1000のファンの人いっぱい見つけれてね、マジ神みたいな劇場です。自分も当日引き換え券出していきます。お、嬉しい、ありがとうございます。3回目だって、イエーイ、待ってます。舞台見たい。21日はあの配信があるので、ぜひ遠方で、うわーちょっと舞台東京まで見に来れへんって人は、あの配信で見てね。うちはなくても見つけられるの。え、だって顔見えるもん。銀河劇場めっちゃ狭いからさ、あの距離的に近いんですよ。そうだから、顔が一番後ろの席でも顔見えるからわかる。今日どんどん着てた。あ、そうなの。あ、会いたかったな。この T シャツはオリジナル？いや、渡辺直美さんがプロデュースしてるプニューズっていうところのお洋服です。今かの元カノ総選挙でゆなちゃんとるんちゃんの今かの票入ってた。嬉しい。それ誰にしたっけ。多分今かのゆりさんにした気がする。まさとさんギフトありがとう。すごい、ゆなちゃん本当にさ、せやのことをさ、すごくさ
何可愛がってくれてるというかさ、仲良くしてくれてるけど、そんな今カノにしてくれるくらい好いてくれてたなんて嬉しいな。え、なんかかぶれてる腕、何これ、え、何のかぶれだろう、なんか腕かぶれてる、何これ、え、何だろう、こんばんは、雪丸負けてた、え、会いたい、キスキャッチシュールで面白かった、キスキャッチマジでマジでシュール、え、なんかさ、あ、配信だと分かんないか、配信だと全然分かんないね、なんかミミズバレみたいになってる、なんかかぶれちゃった、なんだろう、何でかぶれたのか全く分かんないよ、何かな、なんかさ最近さ知らない傷どんどん増えてんだけど、あ、これはこの傷はなんか魔球症の戦いの時に自分にナイフガーって刺さっちゃって実際だったら実際あれナイフだったらさの腕は切れていたんですけど、まあ、ガーってやって服の上からでもねこう傷になっちゃったんですけど、それはいいんですけど、それは知ってる傷なんですよ、なんかここの傷、これ何、今気づいたんだけど、これは何ですかこれはいつさえは傷をつけたんですか、記憶にないんだけど、知らない、え、知らない毛がマジで増えててビビる、初見です、初見さん、ありがとう。でもルン、じゃ話戻るけど、ルンちゃんも私を今カノにしてくれるだなんて、そんなにさえのことを好きでいてくれたなんて嬉しいな、肌綺麗そうですか、まあ、腕とかは確かに、お顔は普通にニキビ定期的にできますけどね、よいしょ、でもねどこもねこの毛が全部痛くないんだけど、見た目はなんかえぐいけど、そんなことより足の方が痛いもんね、ねえマジでわんぱく小学生の膝小僧してる私、恥ずかしいこんばんは。そう、25日の重力シンパシー公演、私初日です、ピンチです、マジピンチ、どうしよう、マジで毎日頭抱えてる、やばい、25日とか無理じゃねっつって、もうだってさ、なんかこんばんは、25日本番で23になんか合わせがあるんですよ、重力シンパシーってことは23までに覚えなきゃいけなくて、ということは本番中に覚えなきゃいけない、絶望って感じ、そう、なんか22日に千秋楽午前、あ、午前公演っていうか昼公演なので、昼公演終わってからもう死ぬ気で覚えて23日レッスン場に行くしかないですね、まあ、最悪立ち位置はレッスン場行ってから叩き込めるんで、振りだけはどうにかこうにか、こんばんは、どうにかこうにか覚えなくては、やばい、マジやばい、なんか舞台終わったら一息つきたかったけどつけないっていうね、まあでも重力シンパシー出れるのは嬉しいので頑張ります、ね、待って、めっちゃお腹かゆい、もうなんかボロボロやねんけど体、なんでやねん、今日もお疲れ様でした、ありがとう、そう、なんかまあ明日の待ちそわ感も休まず自主練しようかな、今日もね自主練してたんですよ、基本的にはあんま休まずに、そうなんですけど、こんばんは、お、キスバイトめっちゃ楽しかったです、
嬉しい、ありがとうございます。さやも楽しかったです。マジで実家帰りたいマジで実家帰りたい。今やばい、お腹空いてきちゃった。なんか夜にさ、ちょっとさすがに何も全然食べないのは良くないなと思って、ゆで卵とさ、なんか豆腐バーを食べたんだけど、中途半端に胃に入れたらめっちゃお腹空いてきちゃった。失敗した。空腹を感じる前に食べずに寝ればよかった。25日は他の鉄がいないから、漂流ライト持ってる人はサリンを知って分かりやすい。確かに、確かに。なんかチーム村山チーム4とかさ、鉄やってた人多すぎてさ、漂流ライト誰やってるか分かんなかったんだよねやばい、お腹空いちゃったな。でもここで我慢できたら痩せると思うんだよな。こんばんは。そうだ、ママが買ってくれたいちごがあるから、いちごを 2,3 粒食べよう。甘いもの食べたらね、落ち着く気がする。マリアちゃんと一緒に出る。そう、マリアちゃんとセリちゃんと一緒に初日を迎えるんですけど、マジで心強い。そう、マジで心強い。もうその二人がいなかったらさやはもう心が折れていたでしょう。明日はマチネだけだから頑張って。明日はマチネやった後に21日のリハーサルを夜までやって、その後別の仕事もあるので家に帰るのは今日と同じくらいか、今日と同じくらいの時間ですね。ピエン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 、切なくて泣いている時は。こんばんは。え、このさ、腕のかぶれはどうしたらいいんだろう。なんかかぶれてる。これ以上悪化しないといいけど。でも腕出る衣装ないか、腕出る衣装ないから別に最悪かぶれても大丈夫か。ビタミン C も取れるね。確かし、イッティゴね。パンの具かわいいでしょ。夜ご飯最前列最高でした。いや、楽しかったね。寝る暇ないかもだけど寝てない。あ、でもね、全然普通にさ、睡眠時間減りすぎると普通にあの死ぬんで、ちゃんと寝ます。無理はしないでね。しません。こんばんは。ロイヤルゼリー飲めばよくなる。え、マジ蜂さんが集めたロイヤルゼリーちょっと飲みたい。あ、テロップ出た。じゃあちょっと短いですけど、声でか、嘘、今声大きかった。それ声大きくして自覚ゼロだったんだけど今。嘘でしょ。どこの声でかかった、なんて言った時が一番大きかった今夜行ったよ、今帰り。あ、ありがとうございました。気をつけて帰ってね。なかなかね、遠い人はそうだよね、まだ落ち着いてないですよね。でも今日は明日のリハーサルやる21日のライブパートの振りを起こしてから寝たいけど、なんかそんな元気はなさそうなので、一旦後回しにして今日は寝て、明日ちょっと早めに劇場入りして自主練習を。そうしよう。しけんさんこんばんは。やっぱね、夜遅くに寝るよりは朝早くに起きる方がまだ健康な気がするからね、同じ睡眠時間でも。ということで皆さん、お付き合いいただいてありがとうございます。夜は病むし、確かし。じゃ、
ランキング読みます。13位おめえらさんありがとうございます。12位バイクドーさんありがとうございます。11位かぼちゃ先生ありがとうございます。10位ともちさんありがとうございます。キーマンダリンさんありがとうございます。8位ラッピーさんありがとうございます。7位ヤスさんありがとうございます。6位ピアノマン先生ありがとうございます。こっちもあんない。5位たたやま研究さんありがとうございます。4位クロギツネさんありがとうございます。3位ヤチさんありがとうございます。2位マサトさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエーイ。ということで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また明日も頑張ります。みんなも頑張ってね。あと明日来てくれる人は気をつけて来てね。バイバイキーン。